うん、次の質問を伺いたいんですが、はい、日本の印象について教えていただきたいなと思います。コミ、ね、さん、日本の印象いかがですか？그러면다음질문으로가겠습니다일본인상에대해서여쭤보겠습니다코미씨어떠신지요어私も日本で1ヶ月ぐらい住んだことがありますけど、久しぶりに来たらいろいろ変わって、本当にびっくりしました。さあ、そんなコミさんですけれども、なんと10月に日本でミニアルバムをリリースするということですけれども、はい、そうなんです、はい、今いろんなスタイルの曲を準備してます。そして、ファミリーのメンバーの一人とコラボがあるので楽しみにしていてください。これはちょっと気になりますね。それではですね、はい、次にセブンさんにお伺いしたいと思います、セブンさん、以前日本で活動されていましたけれども、どうですか、以前と比べて日本が変わったなと思うところありますか？今日本来たばかりだから、はい、よくあんまりわからないですけれども、ね、今空港ついてすぐですもんね、はい、さっき空港でたくさんのファンの人が、たちが来てくれて本当にびっくりして、みんななんかより綺麗になってきて、あら、びっくりしたんです。びっくりしました。はい、ありがとうございます。よかったです。はい、そう、はい、セブンさんもちょっと新情報ちょっと入手いたしましたけども、はい、この秋から冬にかけて、はい、ミニアルバムがリリースされるということですけれども、そうなんですか、セブンさん、本当ですかこれは？はい、僕は韓国で今毎日次の新しいアルバムのためにレコーディングしているんですけど、はい、本当にいい曲を今作ってますから、はいはい、期待してください。なるほど。ということで、コミさんもセブンさんも今年の後半ちょっとリリースがあるということで楽しみですね。楽しみですね、はい、それではですね、次にビッグバンの皆さんにお話を伺いたいと思います。皆さんは昨年韓国ではソロ活動やミニアルバムの制作などいろいろ活動してきましたが、ソロやユニットでの活動はどうでしたか？그럼이번에빅팬여러분에게여쭤보겠습니다여러분께서는작년한국에서소로활동이나미니앨범제작등을많은활동을하셨는데요소로나유닛활동은어떠셨는지요먼저 VI 상お願いします。우선 VI 씨부탁드립니다そうですね今年1月ぐらいにソロアルバム、ミニアルバムで活動したんですけれど、日本でも発売されて日本のファンのみんなが応援してくれて本当に良かったと思うんですが、なんかメンバー全員が好きな音楽タイプもいろいろあるし、色がいろんな色があるから、ソロアルバムも日本のソロアルバムも期待してもういいと思います。はい、ソロ活動楽しみですよね。続いてはですね、ソルさんいかがでしょう？ね、イエスソル氏。そうですね、僕も去年ソロ活動をしてソロコンサートを持っていましたが、その時本当にいろんなファンたち、ファン様を会うことができて本当に嬉しかったです。今年も一生懸命やっていろんなことでステージの上でファンに会えることができるだと思います。日本でもソロツアーとか期待しちゃっていいんでしょうか？これはどうなんでしょうか ね。それでは最後にトップさんお願いします。빅뱅では또다른또하고싶은그런무대들과그런음악들을보여드릴수있다는것과또새로운모습을보여드리는수있다는점에서저희도굉장히설레고또다른즐거움을느끼는것같습니다。はい、やはり各人が持っているこうしたい、これをしたい音楽というもの、こうしたいパフォーマンスというものをそういったソロ活動などでできて、また新たな普段とは違うワクワク感があってとてもいいなと思います。なるほど。これはじゃあもうでもですね、どうした、ソロ活動より、もちろんビッグバン全員で活動するのはもっといいんじゃないと思う。もちろんです、はい、それはもちろん期待してます。ビッグバン5人全員の活動も期待してください、ね、え、今はちょっとねソロ活動ユニットの話にちょっと一回戻りますけれども、これ日本でもそういったソロ活動やユニット活動はこれあると考えていいんでしょうか、 G ドラゴンさん。これは그러면앞으로빅뱅여러분께서는일본에서도솔로활동이나유니ット활동을해주신다고우리가기대해도되는지요？작년부터한국에서는솔로그리고유니트활동빅뱅활동까지여러가지다양한시도들을통해서여러분께다양한모습들을보였었는데
이번 일본 활동을 위해서 그리고 하반기부터는 여러분들이 기대하신 것 이상으로 저희가 멋진 모습으로 찾아뵐 테니까 항상 기대 많이 해주시면 좋을 것 같습니다. はい、昨年から韓国でもみんなでソロなだとかユニット活動、様々な試みをしてきまして、僕たちのまた新たな様々な姿をお見せしてきました。今年下半期は日本の活動もまた積極的にしていきたいと思いますので、皆さん期待していただいている以上のものをお見せできると思うので、どうかご期待ください。嬉しいですね。期待以上のものということですけれどもね。そしてソルさん、最近 アメリカに行かれたと。はい、はい、ですけども、何をしてきたんですか。実は今ソロアルバムを準備しているんですが、僕が前から好きだったプロデューサーさんたちと美術さんたちを会って音楽的な作業をしてきました。いい経験でした。はい、楽しみですね。はい。 さあ、じゃあ続いていきましょうか。はい、じゃあ続いてはですね、21さんにお話を伺いたいと思います。はい、もう21はですね、なんと9月21日にミニアルバムリリースをもって正式に日本デビューということで、さらにですね、皆さん、21初のジャパンツアーも決定いたしました。9月19日が横浜アリーナ、そして9月24、25が神戸ワールド記念ホール、そして10月1日2日が幕張メッセと、全5公演ということでね、 今僕は個人的に大至急スケジュール調整しております。大好きですもんね。見に行こうかなと思ってますんでね。すごい熱量ですよね。はい、そしてですね、ジャパンツアーとデビューと続きまして、ミンジさん、これに関してはいかがでしょうか。 자, 이번에 21 여러분에게 여쭤보고 싶은데요. 9월 22일 날에 일본에서 데뷔가 결정되었습니다. 9월 과정에서 바로 일본 재팬 투어도 결정됐는데요. 그에 대해서 어떻게 생각하시는지요? 우선 민지 씨. 突然の決定だったので、本当にびっくりしましたけど、ファンたちと遊べると思ったら嬉しいです。本当にそうですよね。ファンの皆さんにとってもものすごく嬉しいサプライズですよね。びっくりしましたよ。これは本当に。続きまして、シエルさん、いかがですか。このコンサートでなんかみんな一緒に遊んで一緒に歌って元気になれたらいいなと思います。 ツアー本当に楽しみにしています。楽しみですね。なおですね、ツアーの詳細につきましては、この記者会見の後 YGX のオフィシャルサイトで発表いたします。URL は www.ygex.jp です。 記者会見が終わりましたらぜひご覧になってください。はい、次にですね、ボムさんにお伺いしたいんですが、ボムさんソロで楽曲もリリースしていますが、日本でのソロデビューはいかがでしょう。 아직 말씀드릴 수는 없지만 좋은 노래로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다. はい、まだここでお話できることはないんですけれども、できれば素敵な曲で皆さんの前に立てればなというふうに思っています。待っています。そして、続いてですね、ダラさんが先ほどもおっしゃってましたけども、21のの広報部長、宣伝部長ということなんで、こう日本でのプロモーションはどのように考えてますか。 아까 나라 씨께서는요, 스스로 본부부장이다 이렇게 얘기를 해주셨는데요. 앞으로 일본에 있어서 21을 어떻게 선전을 하실 계획이신지요? 네, 한국에서 마찬가지로 항상 재밌는 그런 아이디어를 내서 네, 홍보를 하기 위해서 일본어 연습을 열심히 하겠습니다. 감바리마스. 韓国でもいつも面白いアイデアをいろいろと出しながら宣伝活動に進んでいますので、日本でもぜひまた楽しいことを考えて広報していきたいと思います。なるほど。そして 今日はダラさんからさらに重大発表があると伺っておりますけれども、あ、それからダラ氏、重要な発表が있다고들었는데요。ね、今日、오늘처음말씀드리는건데、올해로저희YG패밀리가15주년을맞았어요。그래서、記念으로저희がYG패밀리콘서트를 한국과 일본 양국에서 동시에 할 예정인데요. 기대 많이 해주시고요. 미나상 아소비마쇼. 遊びたいですね。これは今日初めて申し上げることなんですけれども、今年私たち YG エンターテインメントは15周年を迎えます。それを記念しまして YG ファミリーコンサートを韓国そして日本でも開催したいと思っています。どうか皆さんお楽しみに。これは楽しみですね。本当に楽しみですね。はい。 さあ、じゃあ続いてはですね、YGXのサイトで順次こういった情報を紹介していくということなんで、皆さんぜひチェックしてください。さあ、セブンさん、
今回ですね、この企画で残念ながら来日できなかったサイさんは今後、日本にお越しいただけるんでしょうか。はい、あ、サイさんは、うん、今日来れなかったんですけど、うん、はい、韓国で一生懸命日本のデビューをために準備してますから、うん、たくさんの面白いことを準備してますから、うん、たくさん期待してください。うーん、いいですね。いや、もっともっとね、聞きたいところなんですけれども、終わりですか、もう。残念ながらお時間となってしまいました。ビッグニュースが飛び込んできてました。なんと、はいはい、この新レベル、はい、YGX から新人が日韓同時デビューするということですね。最後の最後にビッグニュース舞い込んできましたね。これビッグニュースですよ。かなり。これもちょっと詳細はまだ言えないんですけども、はい、日韓同時デビューがあると。新人ですから、いや、もう期待大ですね。一体どんな、ね、ソロなのかグループなのかは分かりませんけれども、楽しみですね。まあ、ね、はい、元気でいいんでしょうね、はい、というわけで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。